こんにちは、あいさとチャンネルのあいです。あんさんです。この間あんさんからホワイトデーにもらったものの動画をあげたんですけれども、今日はそのもらったもののチョコレートの紹介をしていきたいと思います。それがこちらです。ででーん。こちらこの間紹介したリンツのゴールドバニーというチョコレートになります。食べたことがないのでどんなもんなのかなっていうのをちょっと今日は動画にしていきたいと思います。めちゃめちゃ食べ応えありそうね。じゃあ早速開けていきましょうか。で、外のビニールを取るとこんな感じで金色のアルミホイルに包まれてるような感じになってます。すごく豪華。重さはどのくらい？重さはね、そこまですごい重いってわけじゃないけど、でもまあ存在感がある重さ。持ってみる？なんかチョコにしてはちょっと重い感じだね。ちょっとねずっしりするような感じがあるよね。ここにねゴールドバニーって書いてあります。リンツね。じゃこれを開けていきたいと思います。まずはこれ首は取るんかね。これリボンちょっと取れ、これ上からこうやって外すタイプだ。首はねゴムになってるんだ。後で使えそうだね。これね鈴がリンリン鳴るようになってます。早速これを開けていきたいと思うんですけども、ここから開けるのかな。あ、うん、チョコ出た。あーチョコ、あーなにこれ。でっけー。でっかー。なにこれ。本当にこれウサギの形してるんだ。なんかこれ仮面。あ、出てきた。ちゃんと中身ウサギになってる。すごい。すごいね。すごい。匂いがめっちゃチョコ。めちゃめちゃリンツのミルクチョコの匂いがする。おいしそう。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。うん。なんか空洞なのかな。でも周りはすごい分厚め。リンツのミルクチョコレートだ。すっごい食べ応えがある。おいしい。じゃあ俺の方も取ってもらうね。すごいねこれ。いただきます。じゃあもう片方の目に。食べ応えがすごい。食べてる時の音がすごいね。ミルクチョコの美味しさで板チョコよりももっと分厚い感じがすごいゴリ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 くる。食べてる最中に中に何か入れたりとかしても美味しいかも。本当にイースターエッグみたいに手がベトベトする。ちょっと食べるのが大変かもしれないけど、でもたまにはね。あとは2人で美味しくゆっくりいただきたいと思います。バイバイ。